1990年任天堂。わからん。バーンファイヤーエムブレム。あれ、おい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 、あれ暗黒のさ、なんとかと光のなんとかさ、ちゃんと出そうぜ。さあやっていきましょう。はい。このゲームはですね、まあ、ファイアーエムレム、初めてなんですよね。マルスの旅立ち、マルス王子、タリス女王から、ジータ様が来られました。どうしたんだ、ジータ。城で何かあったのか？マルス様、会えてよかった。カルダの海賊が突然襲ってきたの。お城も占領されて大勢の人が殺されてしまうわ。お願い、お父様を助けて。大丈夫だよ、ジータ。この砦にはアリティアの勇敢な騎士がいる。海賊どもに負けることはないさ。さあ僕と一緒にタリスの城へ行こう。おい、説明それだけ？っていうことでね、ちょっとね、試しプレイやったんですけど、ほんと説明ない。説明ないし、見てくださいこれ。移動するとき、なんかね、すげえわかりづらいんですよね。まあ、まず、まあ、こいつ押す。A 押す。十字キー動かす。どこまで動けるのみたいな。あ、ここまで動けるのみたいな。あ、最初あれないんだみたいなね。あの、動けるマスみたいな。ここまで動けますよみたいなのがないんですよね。で、どれがね、マルスかさっぱりわかんない。これマルス？お、マルスこれね。やっぱりマルスをやっぱ育てていきたいから、で、このゲームどんだけ難しいかは全く知らないんで、もう完全に初見プレイですよね。で、これもね、敵がどれぐらい動くかもわからんから、どうしようかなっていうね。お！あ、こういうのあるんだ。何これ？ああ、なるほどね。ああ、こういうのあるんだな。預かり所ってなんだ。おお、所持金中断、スイッチってなんだ。スイッチってなんだ。ターン終わるはダメやけど。これなんか建物とか、のあれはないんかな。 A と B しかなかったよな、昔のゲームは。何もできないな。まあ、とりあえずちゃちゃっとやっていきますか。あ、とりあえずマルスを育てていきたいから、マルス行け。どこまで行ける？ここまで行けるね。よし、これ森に入ると結構良かったりするんだよね。大気、どうしようかな。こいつはパラディン、パラディン強いよね。パラディンはすでに強いから、あんま育てたくないんだよなぁ。まあ、とりあえずこいつ倒すか。こいつこいつ。盗賊。鉄の剣。これ昔のゲームって、なんか、じゃんけんみたいな三角関係あったんだ、あるのかな。剣は、槍に弱いから、確かそうだよね。うん、確かそう。おー。ドゥクシュ。え？全然食らん。1しか食らん。え、再攻撃 ?2 回？え、嘘やん。マジかよ。とりあえずこいつを倒そう。手やり。あ、待てよ。これ手やり？手やりだったら、2マスぐらいで攻撃できる？お、できるね。説明とかないからね。もう前の、知識で、なんとなく。お、いいね。ああ、昔のやつこんなんなんだ。とりあえず、マルス、大丈夫やろ。一人で行かしても。とりあえず、マルスのレベル上げよう。で、今回は、リセットとかしたくないんで、お、あら、あ、こいつ、あ、こいつがシーダか。あ、こいつも育てたよね。お、レベル16、レベル低いな。まあ、隣、あ、待てよ。これ、調査できるんじゃない？情報を尋ねる。いいね。強い武器は武器レベルが高くないと使えないことがあるぜ。空を飛ぶのは弓に気をつけな。あ、なるほどね。オッケーです。そうか、これで見れるんか。あら、どうやって動かすんだ。動かし方がわからんな、まだ。よし、オッケー。尋ねる。村は王子のために門を開いて待っておる。早く尋ねてやおやり。もし、盗賊に襲われたら、取り返しがつかないことになる。なるほど、なるほど。こいつ、ここに行ってみよう。ん？あ、武器屋。あ、ここ武器屋なんや。いらっしゃい。何いらっしゃいましょうか。あー、なるほどね。
所持金は多分ね、これだから、やっぱ手あり持っておきたい感じはあるけどね。手あり強いからね。これはあなたには使えない。それではいいか。まあ大丈夫。とりあえず買っとこう。手ありを2本買っとこう。手ありは強い。よし。じゃあここも置いちゃう？これパラディンはめちゃくちゃ強いから。てか能力値もちゃんと見れば。能力値どうやって見るんだ？あた。強いかどうかさっぱりわからんな。まあ、とりあえずいいよ。こういうのは、まあ、おいおい、ね、やっていけば、やりながらやっていこう。あれ？これ入れねえじゃん。これで入ってることになるんか？あ、乗らんし。なんでやねん。ここは？ここは何も意味ないんか。なんか、説明がないとほんとわからんな。あら。ちょっと進めておこう。もしね、マルスが死んだ時にね、待機。よし。あれ？あ、もう、おい、ターン終了は、これスイッチなんだ？サウンド、ああ、スイッチってあれか、あれだな、あれ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 が全然思い出せん。設定ね、設定ね。はい、じゃあターン終了、はい。はい、向こうのフェイス。これ、みんな、少しずつ動くんか。あはは、なるほどですね。これは、まあ、僕の知ってるゲームでディスガイアというゲームがあるんですけど、みんないっぺんに動いてほしいな。あの、遠く離れるやつは。お、来たよ。斧、レピア。よし、こっちが強い。しかも、林で 15%。いいね。かわしてる感じ全然ないけどね。マルス、ケイソー、6。もう一回攻撃できるんじゃない？よし、いいね。さすが。さすがですね。さすがマルス。マルスは12の経験値をもらった。よし。もらったのはいいけどさ、ほんと、あれなんだな。昔のゲームって喋らんな。喋らんな。まあ、しょうがないけどね。こればっかりは。あ、海入れるの？完全に海じゃん。さ、行きますか。こいつの HP は残り8とか言った。とりあえずマルスでぶち殺して、ここに行くか。まあ、2対1でも勝てるだろ。はい、レピ、はい。よし、いけいけ。これさ、オフにできんかな？アニメーションオフでいいよ。めんどくさいから。マルソは経験値の、24の経験値を得た！びっくりマーク2つ！ってから。サウンドは？サウンドオフ？サウンドオフやばいね。アニメーションはなしで。ウエストタイムってなんだ？お、あるやん。早いよ、もちろん。もう、これは早いでしょ。じゃ、とりあえず、あ、なんかこいつ上行ってんじゃん。もう何やってんだよ、ボケが。こっちは超早いんだぞ、お前。あ、待て。ちょっと、これは手ありだな。手ありで。あれ？攻撃できねえじゃん。あ、お前手あり持ってねえんか。手あり持ってないのはゴミだわ。じゃ、攻撃するか。攻撃。やり。あ、もう死ぬ？こいつ、もしかして。あ、死ぬやん。あ、見したな。お、アニメーションなし、早い。めっちゃ早い。あ、カイン。やっぱ、この馬を育てたいよね、やっぱ。ちょ、パラディーンはマジ育てたくないから。いや、マジで。よし。で、待機。こいつ、こいつな。動画、A ナイト。A ナイトってどれぐらい強いんだ？あー、もういら。いや。あー、もう育てておきたいか。こいつは動かしとくか。あの、移動補正士。よし、いけい。待機、まあ。とりあえず近づけておくか。よし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 。どこまで行ける？ここまでね。オッケー。はい、待機。よし、ジータ。はい、訪ねる。はい。城の南の村に住むリフという僧侶が王子に会いたがってたよ。南に？え、これのことじゃないよね。もう破壊されたもんね。お、マルスのレベルは2上がった。力が1上がった。技が1上がった。お、運が上がった。お、いいねー。リセットはしたくないんだよな。だから、できる限り、ゲームオーバーにはなりたくないんですよね。だから、ところどころはカットしていく感じかな。
何の関係かよくわからんけど。こいつ死ぬ？よーし、どうですか、この陣形。このジータって子が、すごい弱いんですよね。もう、HP が16しかないし、鉄の剣しか持ってないし、なんかすげえ弱いから、まあ、ここら辺のなんか強そうな奴らで、こう、海を囲い、守り、で、そこにアーチャーとかをもう後ろに立たせ、完璧な陣形、さあ敵のターン、さあかかってこい。これはもう負ける気がせんぞ、これ。はい。来いや。斧から来い。編集しやすいから、そう。いいね。あ、こっち槍やん。やべえじゃん。あ、槍の場合はね、こうなっちゃうんだよね。相手避けちゃうんだよね。あ、槍やん。お、いいやん、9。うえ。やっぱり斧の方が、やっぱ、この、移動の回数が多いというか、こいつ、なんぼ HP9。よし。9か。微妙だね。18。まあ、とりあえずアーチャーアーチャーはね、結構ね、強かったりするからな。ボウガン。鋼の弓。これは、鋼の弓でいいかな。おい。どうや、鋼の弓速攻使えるんやん。すごい強いね。おーおお、いいね。めっちゃいいやん。どうしようかな。こいつは HP なんぼ9か。こいつで倒したい。いける？よし、いける。鉄の剣、はい、はい、こいつで撃破、ドーン、はい、さよなら、おー、いけた。お前、素早さなさそうなの、2回攻撃できるんやん。いいね、動画いいね。で、こいつかな、ジータで、攻撃、大丈夫かな、大丈夫でしょ、剣だし、いいよー、よし、オッケー、いいね、いいっすね。で、残り1体だから、11、HP があったら死なんやろ、さすがに。あー、ちょっと怖いけどね。よし、さあ行こう。お、来た、必殺の一撃。必殺だ。必殺じゃなくて、会心でいいと思うけどな。必殺やったらもう敵絶対殺すじゃん。あ、必殺だから出たんか。絶対倒せるときに。傷ついたら砦で休みなよ。少し休めばまた元気になるからね。おー、あ、砦ってここに入れていいんかな。それがね、わかんねえんだよな。砦がどこか教えてくださいよ、おばちゃん。回復してる？マルス。15。お、結構回復してる。砦結構回復するな。こいつも、砦行っとくか。大器、いいね。よし、行け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 。こいつも尋ねよう。尋ねられる？よし、オッケー。ギリギリセーフ。尋ねまーす。ガルダというのは、タリス島の西にある港町です。今はゴメスという男が支配していて、海賊の巣窟になっております。海賊すごいな。相当海が広いんやな。お、来たな。マルスに来たな。結構来たぞ。びっくりしたぞ。おい、おい、マルス、おい、マルス、いいね。もう早すぎてなんて書いとかさっぱりわからんけど、もう書く必要ないね。どうせ、何パーセントとか見られんのやし。いけいけいけ、どんどんいけ。おいいね。お、マルスいいね。マルス強いじゃん。やっぱ主人公はね、やっぱ強くないよな。これパラディンちょっと、あれだな。遠ざけよう。こいつに倒されたらマジで、元も子もねえから、元も子もねえんだよ、マジで。よし、じゃあマルス、これさ、ターンのさ、あれがないから、そのなんか縛りとかないから、あれだな。もうどんどんやっちゃっていいな。ターン終了。なんか相手にちょっと、進めさせる？あいつ、そっちの方が早いんだよな。おお、お、あ、海の方が、あれか、いい毛か。そんなにかわす？あ、やべえ、3体？やばいよ。5、あと5、やばくね？あ、死ぬ？マルス死ぬ？いや、いや、大丈夫やろ。いや、避ける。マルスは倒れた。マルス欲しい。セーブデータがありませんぞ。残念ですが、最初からやり直していただきます。って。あれ？マルスさっきすげえ強かったやん。1990年、任天堂。あれ？おかしいな。あれ？おかしいな。なんか、さっきマルスすごい強かったから、いけるかと思ったんだけどな。全然いけんったな。てか、普通に死んだな。なんかリセットしませんみたいなこと言ったけど。死んだな。マジか。
嘘やん。ちょっとスイッチ。お、マジか。簡単に死んだな。アニメーションなし。ベストタイム。いやー、死ぬとは思えんだけどね。てかね、薬草とかないのがびっくりしたな。まあいいや。しょうがない。死んでしまったものはしょうがない。